こんにちは。 Facebook ブロックをふわっと外して月収2倍になるコーチの田中優子です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は主婦ならではのメンタルブロックを外して起業が成功する2つのブロック外しと3つの対策についてお伝えさせていただきたいと思います。今日は第2回目、主婦は〇〇が当たり前というところになります。この〇〇、何が入りますかというと我慢です。私自身もそうだったんですけど、結構無意識に我慢しちゃってるんですよね。我慢が当たり前になってます。企業相談を受けててもものすごく主婦って我慢してるんだなと思います。それが美徳にもなってたりしますよね。ですが、我慢って結構弊害があります。今日は特にその3つの我慢の悪についてお伝えさせていただきたいと思います。1つ目は、我慢することで自己投資がしにくくなりますよね。自己投資になんか罪悪感だったりします。ですので、自己投資できないとどんな悪いことがあるかというと、いい流れができにくくなります。お客様にももっと良い商品、もっと深い商品、もっと深いサービスができにくくなります。既存のものだけでいっぱいいっぱいになりますよね。だからお客様にも還元しにくくなります。で、もう一つは、お客様からお金を受け取るとき、なんか後ろめたさ感じますよね。我慢の対価になっちゃってるんです、お金が。で、3つ目は、我慢している起業家さんを想像してみてください。自分を抑え込んでますよね。輝きを半減させてしまってます。すごくもったいないことです。我慢するなっていうんじゃないんです。我慢に気づいてみてください。どんだけ自分を抑え込んでるか。どんだけ自分の輝きを半減させちゃってるか。どんだけお客様にもっと良い商品を提供できるのを抑えてしまってるか。ここに気づいていただけたらなと思います。最後まで